皆様、お階段の世界をゆっくりとお巡りください。ちょっとごめんなさい、なんかやってましたよ。完全に人の声でしたよ。何？さあ、ゲストはですね、もやいチューブ、はい、YouTube チャンネルももうね、絶好調でございます。地獄先生、植松壮さんです。お願いいたします。はい、地獄先生、植松壮です。よろしくお願いします。島田さんが地獄先生って言っちゃうと影響力あるんで、定着しちゃうんで気をつけてください。地獄先生いいじゃないですか。いいですね。でもね、ちょっとなんかね、デカめのこう鬼の手つけてデカめの鬼の手つけて、体育なんで僕、鬼の手つけたら多分いろいろ授業できなくなっちゃいます。いろいろね、おかしくなっちゃいますもんね、はい、そうなんですよ。いやでも素晴らしかったです、その前回のお話も。 ありがとうございます。で、出身地新島にまつわる、はい、未だにつつく謎の風習、はいはい、やっぱり日本って面白いですよね。そうですね、まだまだ知らない風習たくさんありそうですね。いや、これからもね、チャンネルの方もね、はい、ますますね、はい、頑張っていただいて。頑張っていきます。はい、で、今回の話はちょっと気が重いんですけど前回も割とヘビーなお話でしたけど。そうですね、今回もっとヘビーになってしまうんですけども、ちょっと今回は、島田さんに見ていただきたいものがありまして、この僕の地獄 iPad で別に地獄先生が使ってるから地獄 iPad じゃないんですよ、はい、地獄 iPad で、はい、地獄のように可愛いうちの愛犬が出てるんですけどね、はい、よくその愛犬に対して地獄とか使いますねめちゃめちゃ可愛い。マルチーズですか。マルチーズ、そうです、可愛いんですけど、ここに入っているものが、去年その島田さんとこうやっていろいろご一緒させていただいた後に、心霊スポットに僕は40件ほど行かせていただいて、はい、そこで撮影させていただいて、もちろん許可を取っているんですけども、そこで撮れてしまったものがたくさんありまして、きっかけがとある、城跡に行ったんですね、はい、でそこで言われているのが、夜中に当時の合戦の時に鳴らしていたホラガイのその音とか、あとは太鼓、陣太鼓の音がするというふうに言われている場所なんですけども、ちょっとじゃあ定点カメラで置いて、人がいると音が聞こえないかもしれないから、一旦じゃあ1時間ぐらい外に行こうということで、1時間ぐらい経ってからまた回収して後から見直したら、見事に陣太鼓の音とか、もちろんその周りは何もないんですけども、夜中なのでもちろんそういった大きい音は鳴らないんですけども、太鼓の音もそのホラガイの音もしっかり入ってたんですよ。なのでそれをきっかけに、ちょっとこれはいろいろ撮れるんじゃないかと思って、いろんな心霊スポットに行かせていただいているんですけども、はい、その中でちょっと今日厳選してドリップして濃いものをちょっと島田さんに見ていただこうかなと思っているんですが、ベスト版？ベスト版です、もう完全に今日ベスト版なんですけども、はい、まあ、いくつかは他の番組とかでも出させていただいて、スピードワゴンの小沢さんもこれはもういろんな人に見せた方がいいよっていうのもあったりしました、はい、けどどこにも出していない、今回またこうやってお階段巡りの方に出させていただいたら出そうと思っていた、それをまずはちゃんともやいチューブで出しましょうよ。いやもうここで出すと売れるって聞いてるんでいやいやもうありがたいですけど、いや本当にすいません、もうもうずっともう寝かせて置いたもので、これ本当にもちろん僕やらせはなしでやらせていただいてますので、作ったものじゃないんですけども、はっきり映りすぎているので、ちょっと見ている視聴者さんにもちょっとよかったら、そのこれはどんなものかっていう見解もいただきたいなと。動画ですか、写真ですか。動画です。動画、はい、ちょっとじゃあ一つ目から。何個か、何個かですけども、はい、目で見るものと耳で聞くものといろいろあるので、ちょっと見ていただいてもいいですか。はい、じゃあ一つ目から行かせていただきますこんなテンションじゃないですこんなテンションじゃないでしょ絶対に、はい、ちょっと今失敗しましたはい、じゃあちょっと一つ目なんですけども、これとある墓地に行った時にですね、はい、その墓地にちっちゃくして赤ちゃんの時に亡くなってしまった方々のお墓の石碑が折られてたんですよ。いたずらなのか事故なのか分かんないですけど、折られてて、それを見た同行していた
一緒にいた女の子が、かわいそうって言ったんですよ、そのおられていて、ちっちゃい子たちの石碑がおられててかわいそうって言って、そこから1分後ぐらい、1分ぐらいずっとずっと歩いていたんですけども、1分後に赤ちゃんの泣き声が入っていて、でも実際その現場で入って、その結構大きい音なんですけども、入っていて聞こえてたら、自分たちにも聞こえてたら反応するはずなんですけども、自分たちにも声よりも大きく入っていて、しかも現場では全く誰も気づいてないんです。しかもそのおぎゃーって泣いた後に、そのさっきかわいそうって言った女の子が、なんだかお腹がもぞもぞするって言ったんです。もしかしたら同情してくれたからグッと、そっか、女性だしお腹にってきたのか分かんないですけども、全く分かんないですけど、とりあえず見ていただけますか。よし、これです。今の今なんかってオンキャーハウス、あ、お腹がもぞもぞする。ちょっともう一回再生ボタン、これが初級編です。ちょっとあの心の準備があるんで、はい、これ何個ぐらい続くんですか。時間が続く、時間がある限り続きます。時間が続く限りというか、はい、4つです。完全にうえーって、はい、これ赤ちゃん、まあ、鳥の声じゃないかという見解もあるんですけど、こんなに大きい鳥の声だったら僕らもうわって気づくはずなんですよね。ただその前ですよね、やっぱりこの小さな子供たちが祀られていた石碑、はい、おられていたその後ですもんね、はい、直後だったので、それでその後にお腹もぞもぞするっていうのもあったので、なんか関連性があるような気がして、なんかこう点と点が全部線でつながってる感じしちゃいますよね、はい、もう一回見てもいいですか。あ、もちろんです。ぐらいのもうね音だから、やっぱりそこにいるねみんなが反応してないのはおかしいですよね。おかしいですね。だそこでは聞こえてなかったっていう。そうなんです。この後大丈夫でした。この後この女性は、まあ、体調は大丈夫だったんですけども、これが怖すぎてもう一緒に行くのはやめました。あ、もうここからは来てないんですけども、これ初級、初級ね、ありがとうございます。今日初級、中級、上級、地獄級が地獄来た、はい、地獄先生、地獄先生なんで初級これ初級です。はい、初級になっております。しっかり入ってましたよ。はい、あと島田さん、あの5つありました。5つ、はい、いいですか。あと4つ、地獄の上あるわけですね。はい、超地獄がありました。はい、じゃあ2つ目、はい、行かせていただきます。中級ですね。中級ですね。こちらが音になってるんですけども、とある肺病院に行った時に、そこがもともと精神病院で隔離病棟だったんですね、うん、そこにの奥の方によくそういう怖いもの悪いものが出るという噂があったので、そこに行ってきて、そこでまた定点カメラをやったんですけども、もう50年以上電気も通っていないような、で森の中にあって周りに施設も何もないようなところに夜中に行ったんですけども、そこで定点カメラをやって、で回収して帰りの車でチェックしてたんですね。そしたらありえない、入ってはいけない音が入っていたんですけども、それが何かというと、その病院の院内放送が、電気も通っていない病院でピンポンパンポンって鳴っている映像です、はい、ちょっとあの聞こえづらいので、ちょっとこの辺でこうやって聞いていただきたいです。はい、すいません、これは音ですもんね。はい、音です、はい、じゃ失礼します。お願いします。今のです。確実に入ってましたよね。確実に入ってますよ。はい、これ現場の皆さんには聞こえて
聞こえてないです。聞こえましたよね。肺病院ですか。肺病院です。肺病院で放送のピンポンパンポンが流れてます。流れちゃってたんです。で僕らは耳には聞こえてないんですけども、もしかしたらその土地の記憶というかそういったものが映像だけに入っていたのかなと思ったんです。土地の記憶よく聞きますよね最近ね。そうですね。もう一回いいですか。もう一回お願いします。完全に入ってます、ね、完全に入ってます。でこれをその音声をいろいろあのなんていうんですか調べてくれる方がいて、その方が言うには風向き、そう当時の風向きとかあと天気とかそういったものを踏まえてもどこからか聞こえてくる音では絶対にないというふうに断言していただいているんですけども、でこの病院の入り口で僕らは待機していたんですが、その僕らにも聞こえてなかったのでなんだろう。もう肺病院でね、はい、もちろんもう使われていないし時は止まっているはずなんですけど、はい、それは僕らが持ってるだけで、はい、もしかしたらまだこの中では何か不思議な時が流れてるのかもしれないですね。そうですね。ここでまだ生活をしている方たちがいて、はい、中級なんですよね。これ中級ですね。あとまだ3つあるんですよね。3つあります。ここから一気にグッとレベル上がります。だいぶ今日僕テンション下がってません。そういう番組ですよね。いやマジで怖いっすね。はい、結構本当にまだたくさんあるんですけども、その中でもちょっと今日島田さんに聞いていただきたい見ていただきたいものを厳選させていただいてます。いろんなベスト版今まで聞いてきましたけど CD でも、はい、いやこのベスト版えぐいっすね。えぐいっすね。このベスト版売れるかどうかは分かんないですけども、なんかマニアの人には受けそうな、はい、感じなんですけど、じゃあ上級。上級ですよね、はい、はい、こっからギアがまたグッと上がるわけですね。グッと上がりますね。これ上級編なんですけども、音声、また音声になっております。音声、はい、音声でとある池で撮った定点カメラなんですけども、その池で撮った定点カメラを僕とあと狼少年の片岡さんと、はいはいはい、一緒に生配信で視聴者と一緒にあの何か入ってないかを調べようっていうコーナーがあったんですね。でその時に聞いてたら、どうやらまあ池なので近くでカエル、牛ガエルのようなものがなんかブーブーって鳴いてるんですね。あ、牛ガエルの音かなと思ったら、そこで僕らは終わってたんですけども、後日視聴者さんから、そうさん、これ牛ガエルじゃないですよ、その牛ガエルの声って言われてたものを3倍速にしてみましたっていう映像が来たんですけども、完全に人間の声でとあることを言ってるんです。はい、ちょっとそれ聞いていただきたいんですけども、まずは、こちらが、その、まあ、通常の速度のやつになっております。わかりました。牛ガエルの声が入ってます。はい、じゃあ再生します。はい、ちょっと耳元で、今のです。みたいな。はい、確かに僕も田舎暮らしでしたから、なんか牛ガエル、牛ガエルのような声じゃないですか、はい、僕らもそれで終わってたんですけど、これは耳元でじゃなくても聞こえるので、これは、さっきの音を3倍速、はい、牛ガエルのような声を3倍速にしたらそのまんま入っていた声なんですけど、一瞬で終わるんで聞いてください。いきます。おかえりなさい。ちょっとごめんなさい、なんかそんな何か言ってましたよ、完全に人の声でしたよ。何、おかえりなさいって。おかえりなさいですよね。はい、おかえりなさい。さっきの3倍速にしたらおかえりなさいって入ってたんですよ。おかえりなさい。おかえりなさい。これは度肝抜かれました。それがゆっくりおかえりなさいみたいな最初、はい、っていう風に入っていて、けど他の音はスローで入ってないんですよ。
他の例えばなんか鳥とかそういった音は普通に普通の速度で虫の音も入ってるんですけども、この声らしきものだけがなぜかスローでこの中に入っていて、これさ、これお帰りなさいですよね。どういう状況だったんでしたっけ。あ、その僕らがですか。はい、僕らはもうここの池の周りをぐるっと一周して、じゃあ最後に定点カメラを撮りましょうというふうになって1時間ぐらい置いておいた中に入っていた音なんですけども、ここで明治時代に男の子が溺れて亡くなっているそうなんですね。だからその男の子がもしかしたら僕らに対して引き込もうとしてお帰りなさいって言ってるかもしれない。へえ、完全にお帰りなさいですね。そうなんです。もう一回いいですか。もう一回聞いてください。お帰りなさい。お帰りなさい以外の何物もない。お帰りなさい。はい、頭痛くなっちゃいました。なんかそれ水分取ってないだけですですよかね怖すぎてなのかいや、これはさすがに鳥肌立ったんですけど、まだこれ上級なので、あと2個あるんですか。あと2個上、ね、はい、え、俺大丈夫かな今日。めちゃくちゃ怖いんですけど、これ本当に皆さん、やらせマジでなしなので、なしでやってますので、本当に取れてしまったものだけを持ってきてます。それを踏まえて、じゃあ地獄級に、地獄来ました、はい、行かせていただきたいんですけども、いや、すみません、女子ガエルは一匹、はい、その現場にいたんですか。いなかったです。いなかったか、夜だったんで見えなかったんですよ。女子ガエルってでも何匹もいるイメージですか。あ、じゃあ結構いっぱいで鳴くですよ。あ、じゃあ不自然ですね。そうか。あと今日持ってきてないんですけども、同じところで定点カメラやった時にもう少し早い声でうーっていうのが通れてたんですけども、その時はごめんなさいが入ってたんですよ。はい、この池はすごかったです。なので、次いきます。つばらさん、iPhone ですか。 iPhone です。あ、 iPhone だと写真を撮るときにライブフォトといって、ピロンっていうな、シャッター音の場合は何秒か前後が撮れるやつが、あ、そうです、ちょっとなんかウィーってこうなんかね、動いて止まるみたいな、ありますよね、はい、それを心霊スポットに行ったときに、その狼少年の片岡さんらと行ったときに、そのライブフォトで撮ったんです。ピロンというふうに撮って前後何秒か撮れている写真が撮れたんですけども、そこの、中には僕ら以外誰もいなかったんですね。写っている人間と、あとはシャッターを押した人間だけだったんですけども、そこでどうやら言われているのが女子高生が亡くなっていると言われている場所なんですが、その場所でじゃあ写真撮りましょう、ピロンって撮った時に僕らの後ろを誰かが通るんですよ。ライブフォトなので本当にもう 0. 何秒だと思うんですが、スーッと通っているんですけども、何か通ったかもねじゃなくて、通ってるんですっていう写真をちょっと見ていただきたいです。へえ、はい、じゃあちょっとこちらになります。これは再生を押すんですか。再生を押してください。はい、再生を押します。はい、何回かそのままいきます。いいです、いいです。あ、終わりました。あ、通ったかもじゃないですね。完全に通ってますね。でも真っ黒な影というか、真っ黒なので髪の毛なのか。ちょっといいですか。あ、もちろんです、もちろん。見て待って、大久保さんに、ずっとやっててください。今いきます。4回ぐらいいきますんで。ちょっと。何これ本当に通ってるじゃない。おかまでしたっけ。誰。わかんないです。ちょっと最後見てください。誰。なんか誰もいなかったです、ここは。背小さいですか。あ、背低いですね。ちょっと待って。返す。ありがとうございます。スタッフってことですか。スタッフじゃなくてですか。スタッフいないです、僕らは。ちょっともう。で、大きさ的にも この
今通ってるんですけども、女の子よりもちっちゃ い一緒にいる子供、おかっぱみたいな黒髪の、はい、ちょっと池田にも、池田さん、なんでここのスタッフやってるんですか。なんでそんな苦手なんですか。池田ちゃん、池田さん、じゃ確認だけいいですか。いいですか、すいません、ちょっと僕歩きます。ちょっと待ってください。じゃあこの距離で、この距離で見てください。この距離だと分かんないから大丈夫ですよ。ほら分かんないですよね。いいです。はぁ、これアップになります。ちょっと待って、いいです。ほら、いいです。いやいや、影とかじゃないですよね。もう通ったのじゃなくて通ってますもんね。え、これ何が考えられるんですか。いや、何も考えられないです。え、なんかそういう、まあ、子供がそこで何かあったとかって話も特になく。あ、でもその女子高生がここで亡くなってます。本当にその方なのか全くわからない、僕らも霊感がないのでわからないんですけども、しっかり取れているという。その後とか帰り道とか大丈夫でした皆さん。あ、なんともないですね。通りましたね。通りましたよね。でもこれね、その普通のカシャっていう写真で撮ってしまったら写ってないと思うんですけども、たまたまライブフォトで撮ったから写っている。しかもよく見るとその片岡さんの後ろを通ってるんですけども、通り抜けないんですよ。え、そうでしたっけ。はい、あ、まあ、ちょっとこれだと時間的に分からないかもしれないんですけども、片岡さんの中にスッと入ってて、いいです、終わっていくような感じ。あ、本当だ。その後片岡さんのその反対側が抜けないですね。抜けないんです。後ろに止まってますね。はい、片岡さん大丈夫かなって思っちゃいますけど。片岡さん元気ですね。大丈夫です。はい、これが、地獄級の、頭痛いんですけど。水分取ってください。水分です。超地獄。超地獄は本当に今までは全て僕のチャンネルでも出させていただいているんですけども、これはどこのチャンネルとかどこの動画探してもないです。なんで出してくれるんですかここで。え、もうここにお好きかなと思って。いや、もう好きですけども、本当ありがとうございます。はい、ちょっとブレイクいいですか。もちろんです。今回ですね、はい、5本ご用意いただきまして、はい、初級、中級、上級、地獄、はい、で地獄の段階でですね、僕を含め、はい、この番組の、スタッフ陣含め今全員もうギブアップしてますんで。そうですね、一旦休みましょう。一回いいですか、空気入れて。一旦空気入れないと多分次見れないぐらいカロリー高いので。そんなもの相当やばいです。それ動画、写真、ちなみに動画です。では皆さん次回に、その動画、はい、見ていただきたいと思います。次回は閲覧注意、本当に勇気のある方だけご覧ください。というわけで今回は、はい、じゃあ4本までということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もうここからはですね、閲覧厳重注意でございます。まあ、前回すごかったんですが、今回はですねそれを上回る回になると思われます。いや、ちょっと久々にテンション下がっちゃいまして、いえ僕が上げていかないと。そうですね、はい、すみません本当に、はい、数々のね、はい、いろんな場所に足を運んで、はい、でそんな中で撮れた映像であるとか、はい、お写真であるとか、はい、音声であるとか、まあ、それをねちょっと今回ベスト版でお見せしますよなんていうふうにもサービス精神旺盛だから、はい、ありがとうございます、言っていただいて、はい、初級、中級、上級、地獄ときます。はい、でここでもうね、僕スタッフさん含め全員ギブアップしたわけです。はい、そうですね。でもう一個超地獄があるんだと、はい、でこれはまだどこにも出していない、出せないので、出せない、はい、っていうもので、はい、じゃあそれはじゃあ別にして、それのみにして、はい、これは本当に厳重閲覧注意なので、本当にこうね
よし見ようって方だけに見ていただくっていう回にするということで、はい、今回はそれのみで、はい、そうですね、はい、やらせていただきます。お願いいたします、はい、お願いします。そのよくテレビ の, その心霊写真とか心霊映像とかってはっきり映りすぎていると逆にぼかしたりするって聞いたことがあるんですよ。それぐらいはっきり映るものがたまにあると聞いたことがあるんですけども、まあ、YouTube なのではっきり映っててもこれは特に支障はないと聞いているの で, で僕のチャンネルで出すのも怖いのでここでちょっと出させていただくんですけども、なんか動画ですよね。はい、なんかあの自分でも、はい、なんかこの動画見るとなんかもう心臓がドキドキします。なバク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 動機が止まらなくなるような状況なんですけども、もう見慣れないんですね。じゃあもう全然そうですね、何回見てもわけがわからない、それぐらいはっきり写ってるものなんですけども、ちょっとまあ概要を説明させていただきますと、川口英幸さん、あ、はい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 、川口英幸さんと一緒に心霊スポットに行った時に川口さんがとある場所でその検証心霊検証をしてたんですね。でそれを検証しているので僕は後ろの方の壁沿いで静かに待っていたんです。でも待ってる間も、まあ、何も撮ってないのもおかしいのでちょっと自撮りをして自分で自撮り棒で自撮りをして待ってたんですっていうだけの自撮りの映像なんですけども、場所どこでしたっけ。場所はちょっと言えないんですけど、ね、心霊スポット、はい、心霊スポットです。おお建物みたいな感じですか。建物の中ですね。中ね、はいはいはい、中なんですけども、まあ、後ろに落書きがあるような場所なんですが、うん、そこで撮れてしまった動画になるんですけども、まあまあ、よくその、ね、影が通り過ぎたとか、ね、何か聞こえているかもしれないとかそういった憶測を呼ぶものってたくさんあると思うんですが、今回はもう説明もつかないし言い訳もできないぐらいはっきり映っているものになるんですね。もう早速見ていただきたいんですけども、もうちょっとこれだよというのは僕言わないです。一回じゃあ皆さんにはお見せせずに僕だけ見てみましょうか。そうしましょう。はい、はい、でちょっとその上でまた判断ということで。そうですね、はい、これで島田さんがもしこれは出せないよってなったらもちろんお蔵入りでも構わないので、はい、じゃあこれでお願いします。あ、今アップで上松さんが映って、まあ、はい、自撮りしてるわけですね。自撮りしてます。うわ、怖い。再生ボタン押すの、はい、周りには誰もいないです。わかりました。はい、これだけの動画です。え、これなんですか。わかんないんです。ここってこれ上松さんのじゃないの。え、何ですか。あ、違います、僕以外誰もいなくて。え、ここですよね。そうです、明らかじゃないですか。え、これ蒼さんのじゃないんですか。違います、違います。あ、でもなんか最後パッて気になって見てますね。何か気配を感じて僕振り向いてるんですよ。完全に映ってますね。完全に映ってます。じゃあちょっと皆さんにも、はい、見ていただきますか。いいですか。はい、じゃあここから本当に、はい、自己責任で皆さんお願いいたします。はい、お願いします。うおー、ここ、うおっ、やっぱ最後気になってますよね。はい、明らかにここに出てきますね。そうなんです。でこう動きますよね。動くんですし、ちょっと大人の手にしてはちっちゃいんですよね。そう、僕思ったのは、はい、なんか孫さんのことをなんか掴みに来てるようにも、そう見えるんですよね。で気配を僕が感じたからスッといなくなったような。ちょっと大久保さん見てもらっていいですか。大久保さんちょっと、いやとうとう断っちゃったよ。嫌です。嫌ですじゃなくて、ほらどうせ編集の時にこれ見るわけじゃないですか。そうですよ、今だからここなんだってことを一回確認していただかないと。みんなでいる時に見たりとか、総合責任者として。嫌ですよ。いやいや、この距離だったらいいじゃないですか。いや、あ、まだ何も映ってないですよ。いきますよ。
やもう本当なんか普通に映りすぎてて、これです。この手ない、こんな手ないんですか。わかんないんですよ。父さんの手ですか。じゃないです。で僕がその気配を感じて一瞬ふっと振り返った動画、本当だから最初ソウさんのが通る、こうやってんのかなって思うぐらいのぐらいのやつなんですよね。でも僕荷物結構持っていて、で自撮り棒を持ってるので、ここに手もちろん自分でいたずらでやることないですし、ちょっとやっぱりちっちゃいんですよね。ちっちゃい、やっぱ最後つかみに来てるような。はい。でもう一つだけこれいいですか。今音声流れてるじゃないですか、ポチャポチャポチャ。この音声何の音声か分かんないんですよ。ええこの今パチャパチャパチャパチンポチャポチャってな、その水の音あるじゃないですか。いやなんかてっきりその水たまりというか、はい、でそういう池みたいのがあって、はい、で川口がなんかそこに入って撮影してるのかなとか思ってましたけど、はい、全く違う音声ですこれ。そういう水はなかったんですか。ないです、ここには。え、じゃあそこの場では出ていない音ってこと。はい、なんなら山の上なんですよ。なので水がこんなポチャポチャなるわけはないですし、実際の映像、他の映像にもこの音は入ってないですし。ここだけ入ってるんですか。そうなんです。でちょっと謎なんです、こんな水の音。このカシャっていうのも僕らの音じゃないんです。誰かの何かが 入り込んでるんですよ。なんか水でガーってこう苦しいよっていう手にも見えてきちゃいますね、溺れてるような。そうかもしれないですね。その水とね、この手の動きを一緒に考えた時にですけど、はい。でもそのカメラのシャッター音とかも説明がつかないんですよね。僕らもこういったところではシャッター音を出さないようにしてるので、ちょっと訳がわからない、本当に訳がわからないものが撮れたので、はっきり映ってしまって音声まで変わってしまったので今日持ってきました。いやなんかちょっとそれっぽいの撮れたっていうレベルじゃなくて、はい、完全にここにもうあるから。そうなんです。あと水の音、水の音もちょっと変ですよね。後々めちゃくちゃゾッとしますよね。はい。その後大丈夫ですか。その後特に何も変わりはないですね、むしろなんか体調がどんどん良くなってるんですよ。もしかしたらこう気づいたからふっていなくなってよかったのかもしれませんけどね、はい、気配を感じなくてこうぐーって来られてたら怖かったかもしれないですね。そうですね、もしかしたら引きずり込まれてたかもしれないですし、わからないんですけども、こういったのがちょっとどこで出していいかわからなかったので今回ここで出させていただきました。ありがとうございます。どんどんございません。いや皆さんいかがだったでしょうか、はい、いやなんかもう頭痛いんですよ珍しく。咳出ちゃうとかはあったんですけど、頭、僕頭痛持ちじゃないので頭がなんかこう痛いのって、はい、かなり珍しいんですけどね。皆さん大丈夫でしたか今日は。さっきからですね、僕がちょっと僕もなんか霊感というか霊を見るとき少し霊感があるんですけど、ソウさんの話でずっと肩重くて、この前回のトークの時に、これ たまにあるんですけど、まばたきするとそのまばたきの一フレの映像が地面血だらけのあれが3回入ってきて、で僕もそこからずっと脳裏にそう残っちゃって、それって前回の初級中級上級地獄とかっていう廃病院の話の時、廃病院っていうのは、ピンポンパンポンってなった時、あれは上級、あれは中級ですね。中級、はい、なんか長い廊下真ん中にの地面に血だらけのなんか吐いたみたいな、それの映像がパッと入ってくるんですよね。その病院はものすごい長い廊下ありました。そうそう、で
片側に病室があるようなところがあるんですけど、もしかしたらその映像なんですかね。チャンネルがっちゃったんですかね、パーンって、はい、つながっちゃったのかな。終わりましょう。あ、池田ちゃん見てないんじゃない最後のやつ。いや、嫌です。しばらさん、スタッフさんから全然信用されてない。僕信用とかじゃなくて純粋に怖いの苦手な面々でやってるんですよ。怖い、え、興味はあるんですか。いや、あんまり興味ないんだ。あ、でもまあね、はい、今は見ないけど、はい、視聴者の皆さんと同じように、はい、アップされたやつを楽しみに見るってことですよね。見ますよね、はい、じゃあちゃんと夜中に一人で見て、寝る前に見てください。それはちょっと皆そうですね、はい。まあ、本当にね、無理に見るものではないので。いやいや、本当に今回の特にちょっとね、はい、厳重閲覧注意ということで、はい、特別編でお送りさせていただきましたが、はい、いやすごいっすね。いや本当にびっくりしてます。でもまだまだ取れているものは数十あるので、もちろん不発で終わることもあるんですけども、まだまだあるのでまた紹介させてください。こんな言い方していいか分かりませんけど、取れ高っていう面で言うと、はい、ちょっと映ったとかちょっとそれっぽいの聞こえたとか、はい、でもすごいことじゃないですか。はい、レベル違いますね。そうですね。うん、いや、まあ、ちょっと安全にはね気をつけていただいて、はいはい、じゃこれからもねこういう怖いもの好きな方たくさんいらっしゃいますんで、はい、まあ、その方のためにですね、はい、ぜひモヤイチューブの方で、はいはい、どん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 ねアップしていって、はい、皆さんをね楽しませていただければと思います。はい、はい、ぜひモヤイチューブ、はい、本当にチャンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。さあゲストもうおなじみの方です。上松壮さんです。お願いいたします。はい、上松壮です。よろしくお願いします。地獄先生、はい、はい、まあ、ミュージシャンでありながら現役の、はい、まあ、体育教師という。そうですね。今日もなんか授業終わりに来ていただいたんで。今授業終わりにダッシュできました。どういう放課後です今の。どういう放課後。放課後です今。いやいや、だからどういう気持ちなんですか。どういう気持ち。さっきまで生徒さんにね、授業をしていろいろ教えて、はい、その後ここで階段話すっていう。はい。いや、どういう気持ちも何も何かごちゃごちゃですよね。まだ気持ち切り替わってないです。ですよね。はい、ありがとうございます。とんでもございません。まあ、今回コラボで僕もね、はい、話をさせていただきます。はい、皆さんぜひね、はい、チャンネル名が。はい。上松壮のモヤイチューブと言います。よろしくお願いします。概要欄貼っておきます。皆さんぜひね、チャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。で、今回実は割と急な話なんですよね。はい。そうなんですよ。ちょっと僕の方から連絡させていただいて、ちょっとねやばいことが起きちゃったんですよ。なので、はい、まあそういう時はやっぱり島田さん聞いてるんですよ。いやいや、まずは自分のチャンネルでそれを紹介していただければいいのに、はいはい、なんでここ持ってきちゃうんですか。なんか大変な時はオロナインか島田さんって聞いてるんですよ。ああ、なるほど、はい、オロナインか。オロナインですね。ね、本当にね、はい、なんでしょうね、はい、今日ずっと調子が、うん。僕が今一番オロナイン必要な状態なんですよ。いや、本当ですよね。はい、なので、ちょっと僕も、これどういう意味なんだろうなっていうのがわからないので、それをちょっと島田さんにちょっと相談したくて、来ました。だから全然そういう力もありませんし、はい。で、こう何でもかんでもありな場所じゃないんですよ。あ、そうなんですか。とりあえずやばいものあったらここ持ってけじゃなくって、はい。それ相応のところ回った後にこう、はい、5番目ぐらいに来ていただければちょうどいいんですけど。憩いの場じゃないんですね。憩いの場、いや、だと思っていただけたら嬉しいですよ。やばいってこと。そうですね。結構やばいことが起きちゃったんですけども、ちょっとその前にも一個やばいことが起きてしまったので、ちょっと今日は、ちょっとその一個前のやばいことから。今までもね、散々やばい経験してきた蒼さんをもってしても、はい。はい、やばいことが最近2連発で起きたっていう。はい。では今回、はい、次回にわたってですね、最近蒼さんに起こったやばいこと2連発でお届けしていきたいと思います。皆さんお楽しみに。はい、お願いします。
ちょっと島田さん、この今ケースがあるんですけど、はい、これちょっと振らずにそのままちょっと持ってていただけますか。これですか。はい、持ってて、ちょっとお話を聞いて。名刺ケース。あ、そうです、名刺のケースね、ステンレス製かなんかですかね。そうですね、はい、ちょっとそのまま持ってていただいて、ちょっとお話を聞いていただきたいんですけども。チェック柄でおしゃれですよ。はい、そうなんです、はい、ちょっとね、僕バケタンの社長さんと仲が良くてですね、バケタン地区のバケタンの社長さんと仲が良くて、ある日急にレターパックが送られてきたんですよ。はい、レターパックが送られてきて、その、まあ、品名が、金属って書いてあったんですね。金属、はい、はい。金属がなんで送られてきたかも分からずに受け取って、うん、そしたら、振ってみると、じゃらじゃら音がするんですよ。うん。じゃらじゃら音がして、これお金じゃないのかなと思ったんですけど、うん、お金ってレターパックで送ってはいけないらしいんですね。はあ、なので、ちょっとまあ、開けてみて、見てみたら、どうやら古銭なんですよ。はあ、昔の古いお金が。明治時代だったり江戸時代だったり昭和の初期だったり、そういったお金が、古銭がたくさん入っていたんですね。古銭っていうのはレターパックでも送れるそうなんですよ。なので、でレターパックの中で古銭だけが送られてきて、これ何なんだろうな、何も説明書きもなかったので、そのバケタンの社長に電話したところ、この古銭を収集を始めて何日か経った後に、急に目の前に人が、影がファッと通り過ぎたり、うん、寝ていると枕元で人が立ったり、いろんな現象が起きるようになって、気持ち悪いから上松くんに送ったんだっていう僕そんなの集めてないんですよ。なんか嫌なのか、やばいことがあったとりあえず上松さんに送るみたいな。そうですね、まあ今空前の呪物ブームじゃないですか。なので呪物として僕に送ってくれたそうなんですけども、でそれがまあ、僕はまあそういうの興味があったので、そのまま持っていて、どこ、その辺に置いとくのもなんだなと思って、この、ムーの、このバッグの中に入れたんです。この中がなので、古銭なんですよ、今。本当だ。はい、ちゃんと中に全部入ってるんですけども。で、そのまま、このまま、ムーのバッグを、まあ、置いて、うん、まあ、寝室で寝てたんですね。すると、なんか、夢がどんどん、毎日毎日、日に日におかしくなっていくんですね。どういうことですか？何か、まあ、今まで、まあ、普通にいい夢ばっかり見てたんですけども、だんだんその夢が悪い夢を見出したんですよ。うん、それと同時に、普通に家で過ごしていると、なんか音楽が聞こえるようになって、うん、その音楽が、すごくうっすらしか聞こえないんですけど、昔の軍歌のような音楽が聞こえてきたんです。はい、で、まあ、隣かな？違う。外かな？違う。この、古銭を入れてた、この袋のところから聞こえてる。で、すかさず動画撮っても、動画の中には音声入ってないですね。軍歌は入ってないんです。はいはいはい。っていうのが何日か続いた時に、とうとうちょっとやばい夢を見て、それが、部屋が大火事になる夢だったんですね。うん、大火事になって、もう煙と火の中、僕がほふく前進で、どうにか逃げようと思っていたら、上から瓦礫が降ってきて、ガラガラガラってなった時に、はっ起きたんです。で、あ、やばい夢見たと思った時、まだもう起きてるんですよ、はい。起きてるんですけど、まだまだ焦げ臭いんですよ。夢の中の焦げ臭さがそのまま残ってて、うん、夢って匂い残るんだなと思ったんですけど、そんなこと初めてだったんで、いや、そんなはずはないってことで、まあ、寝室から今の方にガラッと行ったら、今の方で真っ暗な中で、このビニールが赤く燃えてるんですね。勝手にこれが、ビニールが燃えて。今燃えてないですね。今燃えてなく見えるんですけど、はい、まあ、反対から見ていただくとわかるんですけど、はい、ちゃんと中から燃えてるんですよ。溶けちゃってますね。溶けてるんです。ちょっと赤く燃えてたので、これやばいやばいということで、もう水道に持って行って全部ジャーッと冷やしたんですけど。実際に燃えてたんですね。実際に燃えてたんですよ。なので、夢の中の焦げ臭さじゃなくて、現実の焦げ臭さだったんですよ。だってその辺に火の元とかあったんですか？いや、全くないです。僕、タバコなども吸わないですし、何も火の元もなく、テーブルの上にこれだけポンと置いてあったんですけど、勝手に自然発火。そんなことあります？いや、びっくりしましたんですよ。もう僕もそんなことなかったので、で、まあ、冷やして、で、全部ジャーッと、まあ、古銭を出したんですよ。うんうん、そしたら、一つだけ、一枚だけ明らかに、自ら燃えてたであろう、ちょっと赤みがかった古銭が出てきたんですよ。はい、多分それが、犯人なんですよ。まあ、火の元というか、はい、そこから発火したんじゃないかってことですか？そうです、そうです、そうです。
で、そんなことありえないじゃないですか。ありえないです。僕もちょっと変なことが起きたなと思って、ちょうど数日後に、怪談イベントがあったんですね。なので、そこでこの話をしようと思って、そのね、また燃えては困るので、ちょっと違う容器に入れておいたんですけど、で、保存していて、で、その怪談イベント当日に、あ、この話しなきゃいけないから持っていこうってことで、その容器を開けて、見てみたら、まあ、普通の綺麗な、古銭なんですけど、今まで綺麗だったものが、なぜか、ズタズタに切り刻まれてるんです。え？古銭が？はい。だって一応金属ですよね。そうですね。切り刻めないですよね。切り刻めないですし、僕どこにも運んでないので、家の中の容器の中にずっと入れてたのに、いつの間にか切り刻まれてるんですよ。っていう不思議なことが起きて、これ、島田さん、なんだと思います？わかるかい？怖い。なんで、まあ、ちょっと僕の勝手な解釈なんですけど。あ、お願いしますよ。はい、やっぱり、このお金ってどうし、念がこもるものじゃないですか。ああ、よく言います。そうそう、いろんな欲とか、はい、汚れとか、はい、あと憧れとか、そういうね、ものがこびりついてくるっていう。はい、そうですね。なんか悪いものが入って、もしかしたら自然と呪物になってしまったんじゃないかなと思ったんですよ。っていうものが、今、島田さんの手元にあります。それです。最悪の演出だよ、俺。ずっとこれ握りしめて話聞いてましたもん。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー？あ、違うんですか。ちょっと開けて。だから振らないでって言ってたんですね。あ、そうですね。振ったらなんかそのお金が入ってるような音がしちゃうからっていう。はい。すごい慎重に優しく持ってました。いや、ありがたいです。いきます。はい。嘘！こんなことある？想像以上に切り刻まれてますよね。持つの嫌なんですけど、持たないと、これ、見せられないですもんね。持っていいんですか？あ、持ってください。もう分かりますかね？この、これまあね、こちらの面、もうギザ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 ってこう、うん、で、裏側も傷だらけなんですよね。そうですね。10箇所以上切り刻まれていて。で、これもちろんその、切れてしまったわけじゃないですね。傷がついてるだけ、表面に。そうですね。切れてはいないんですけども、今まではこんな傷もなかったんですよ。一線って書いてありますけど、そうですね。ちょっとなんで切り刻まれたかとか、島田さん多分いろんな怪談だったりいろんな不思議な話を聞いていると思うんですが、こういった事例は今までなかったですか？熱中してる。でも見ると傷が新しい。そうなんです。ですよね。だからやっぱ最近傷がついたのかなと思いますけど。はい。え、これもちろん、総さんが、寝ぼけてやってしまったとかっていう。ではないと思います。僕が無遊病ではなければ。だから、別の場所に保管してあったわけですもんね。はい、そうですね。なので、こうやって切り刻める刃物なども特に、持っていないので。だってここに傷つけるって相当な力と、はい、鋭利な刃物というか、まあ尖ったものがないと、はい、こんなことできないよね。そうなんです。なので怪談イベントで話そうとしたら切り刻まれていたので、話すなよっていう何か圧力なのかなとかいろいろ考えたんですけど、話すなよっていうね、はい、話で、そのコインですよね、はい、俺持っちゃってますよ、ずーっとここで。そうですね。よかったら差し上げます。ああ、こういうのよくね、ペンダントにとかしたりね。そうですね。ここにこうやって、はい、早瀬って男がいるんで、はい、ぜひそっちの方に持っていっていただけると。そうですね。だいたい早瀬か田中に持っていけって、ね、日本の呪物は今早瀬か田中に行き着くっていうね、話がありますから。そうですね。はい、何ですかね。まあ、確かにね、お金っていろんな念がこびりついてしまうんだっていう話って、はい、もちろんやっぱ聞くんですよ。はい、でよくね、銭洗い弁財天っていう、はい、お金を洗うと金運が上がりますよっていう場所、パワースポットありますけど、はい、あれっていうのは、やっぱり
お金って天下の回り物、うん、そして回るときにいろんな念とか汚れとか欲がこびりついてるから、はい、それを自分の番できれいに洗い流して次に回すという行為が徳が高まるんで結果金運が上がるんだよっていう、はい、でやっぱりお金ってのはそういうものがこびりつきやすいんだって考えもともとあるわけですよね、はい、でさらに、まあ、神社なんかでお賽銭するとお賽銭箱に浄財って書いてあるんですよね、はい、でやっぱりこう財お金をまあ浄化する、うん、あの中に入れる行為で一回浄化されるからまあ、その後にまあ使う分にはいいんだけどっていうようなことがあったりするわけじゃないですか。はい。ただ確かに、まあ、お金っていうものはそういうすごく身近ではあるんですけど、はい、もしかすると怖いものかもしれないってあるんですけど、はい、そのお金が火を出すっていうね、はい、で一歩間違ったら、はい、それこそ夢のように、はい、総さん自身も火事に見舞われて、はい、大変なことになってたかもしれないじゃないですか。そうですね。ちょっと本当にもし目覚めなかったらそうなってたかもしれないので、本当に良かったなとは思ったんですけど。ただそれを別の場所に置いといたら、うん、そのお金自身がこんなことになるって。はい。どういうことなんでしょうね。わからないですよね。もともとね、はい、この古銭を捜査に送ったという、はい、まあ、社長さん。はい。やっぱり変なことをたくさん起こってたわけですか。そうですね。もう本当にこの古銭収集家でもあったらしいんですけども、まあコレクターなのでいろんなものを集めていたら、この古銭を集めた時から、まあ、本当に部屋の中でとか、あと寝室でいろんなことが起き出したって言っていたので、でこれを手放してからは何もなくなったそうなんですよ。へえ。でこれちょっと後日談なんですけども、はい、その軍歌を僕いろいろ調べて。あ、軍歌って話ありました。はい。なんとなくだけ、ちょっとまあメロディーを覚えていたので、いろんな軍歌聞いたんですけど、あ、これ一番近いなと思ったのが、昭和13年にできた軍歌だったんですよ。なので、本当にちょうどこの古銭見ていただくとわかるんですけども、一銭硬貨、昭和13年の硬貨なんですよ。お、本当だ！はい。なので、そこも繋がったんで、ちょっと、さらに怖いなって。すげえ！思いました。ちなみにその軍歌の歌詞とかっていうのは調べたりしました、はい、あ、歌詞まではまだ調べてないです、はい、これからちょっとさらに調べていこうかなと思っているところなんですけども、何なんでしょうね、はい、何なんでしょう、ね、分からないんですよ。しかもこの一銭硬貨の裏側に書いてあるのが八田ガラスの絵なんですよね。ちょっといろいろと、あ、本当だ、はい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 、三本足のカラスですよね。そうですね、神武天皇を案内したと言われている、はい、なんかいろいろとこれからまたさらにつながっていきそうだなと思っている古銭だったので今回持ってきました。え、これちなみにいわゆるその、はい、ね、だって国沢さんとか親友じゃないですか、はい、霊感あるじゃないですか、はい、そういう方たちがこの古銭を見て何か感じたとか、はい、そういう話はないですか。絶対に触りたくないって言ってました。誰が。国沢が、はい、国沢さんが、はい、俺ずっと触っちゃったこれでもこれがちょっと今回来たきっかけではないので、まだちょっと序章のものなので、次紹介させていただくものが今回島田さんにちょっと相談に乗ってもらいたいなという。いや、これも相当なお話でしたけど、まあ確かにこれは、まあ、ここからね、人脈もすごいですから、はい、いろんな方たちにね見せたりとか、したことでいろいろ分かってくることがあるかもしれませんし、はい、あとこちらのねチャンネルをご覧の皆さんで、もうこういうことなんじゃないかとか、うん、何かね、皆さんピンとくるものがあったらぜひコメント欄の方に、はい、はい、いろいろ書いて送っていただきたいと思います。お願いします。全部ね、目通させていただきますんで、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。またその進展ありましたらぜひね、教えてくださいね。はい、わかりました。あと本当に、火の元、火事にぜひ気をつけていただいて。そうですね。はい、でも島田さんも触ってしまったんで、気をつけてください。ずーっと触ってましたから、ずーっと触ってました。めちゃめちゃ怖いんですよ。多分、通算僕より触ってます。多分超えてます。はい。本当に日の元だけは気をつけたいと思います、はい、そうですね、はいはい、お互い気をつけましょう。ありがとうございます、はい、でやばいね、はい、話2連発ですが、はい、本当にやばいのは次回ということで、そうですね、これ以上にやばい話が、はい、次回あります。皆さんぜひ楽しみにしていただきたいと思います、はい やっぱり前回の話やっぱり引きずってますよね。そうですよね。宋さんが今回ね、はい、急遽来てくれたんですけども、はい、最近やばいことがね、うん、2連発
続いておりまして、はい、前回にそのやばい話、うん、で今回はそれ以上のやばい話ってことで来てくださったんですけども、はい、前回の話も相当ヘビーだったんですよ。いや前回あの古戦のお話をさせていただいたんですけども、はい、古戦のあのまあちょっとズタズタになっていたのってまあ他人の念じゃないのかなと思うのであまり自分には関係ないのかなとは思ってるんですよ、はい、ただねあのやっぱりお金ですからね、はい、よく身銭を切るとか言いますけど、うん、やっぱりお金っていうのは自分の時間と労力を使って得るものなんでこれが命なんだっていう考えがあるんですよね、はい、ただその神社なんかでお賽銭お金を入れるのは自分の命を差し出す契約取引って形があるので、はい、まあお金があれだけ切り刻まれるというのは自分の身代わりになってくれたのかもしれないなと思うと、はい、そういうことか。だから宋さんのところにああいう攻撃が来るかもしれなかったんじゃないかとか考えるとねすごい怖いですよね。それをあのお金が身代わりになって受けてくれたっていうこともありえます。未然にまさに未然になったのかもしれないななんていうね、はい、そうですよね。で今回はその話よりもさらにすごい話なんですよね。はい、はい、ちょっと僕の中でもあの身に危険を感じるぐらいのことです。だからそういう話はね、はい、ぜひ自分のチャンネルでまずやってほしいんですよ。多分ね身に危険を感じることだったら多分最初は警察だと思うんですよけど僕、まあ、警察よりも先にお階段巡りかなと思って。ちょっとあの島田さんあのこちらを持っていていただきたいんですけど。いやなんだよもうそういうシリーズ何なんだよそのまあちょっと大丈夫です。今回はあのいいもの。あいいもの。はいちょっとはいちょっとあの説明をさせていただきたいんですけども、はい、これあの、乃木神社というところの寄り添い守りという、お守りになっておりまして。乃木坂にね、あるね、はい、はい、乃木将軍の。あ、そうです、そうです、そうです。はい。はい。で、あの、男と女の、男性女性のお守りが中に入っていて、二人で寄り添って、これから力を合わせて頑張っていこうねというお守りになっていて。じゃあ、夫婦円満とか、はい。まあ、そういったような。そうですね。なので、ちょっと僕も、あの、彼女と一緒に、この寄り添い守りを買わせていただいて、で、それで持っていて、うん。で、あの、いつか一緒に住んだりしたら、そこに、まあ、家の中に置こうね、というふうにしていたんですよ。まあ、仲良く寄り添ってこうね、っていう願いを込めてね。はい。そうなんです。なので、僕が保管してたんですね。なので、ちょっと今、島田さん開けていただくと、そのまんま、はい、あの、ちゃんと男女。ああ、本当だ。はい。かわいい。あの、あ、いいですね。なんかこれ、紋付き袴とね。そうですね。これ、あの、着物姿で、まさにこの、うん、なんか、お二人がね、はい、新婚さんというか、そうですね。結婚式の服装みたいな感じも見えますよね。うん、なので結構縁起のいい、お守りになっていると思うんですけどもね。うん、なので、これで引っ越して一緒に住んで、で、その時に、まあ、開けたんですよ、はい。で、開けてみたら、あ、二つともちゃんと綺麗に入ってるわということで、うん、置いておいたんですね。で、置いておいて、で、何日かした時に、その彼女が、顔面蒼白な顔してこのお守りを見てるんですよ。はい。で、どうしたのって聞いたら、なんで揃ってんのって言うんですよ。え？いや、寄り添い守りだから。ね。男女で揃ってるのが普通じゃない。一緒に買ったじゃないっていう話をしたら、私、持ってるんだけど。はい。で、あの、本人の、まあ、鍵につけてたそうなんですけど、それをちょっと預かってきて今持ってきたんですが、じゃあ、これは何っていう話なんですよ。間違いなくこちらにも、はい。女性の方と言いますか、はい。全く同じものがあるんですけど、男性のものは1個しかないんですよ。で、僕はその、ずっと家に保管をしていたので、開けてないんですね。あれ？じゃ、一緒に、ね、その対にして、そのまま保管してなかったって言ったら、僕、ちょっと記憶が、ちょっとなくなってたというか、まあ、曖昧だったんですね。忘れてたんですけど、まあ、買った時にお互いにもう分け合ってたんですよ。はあはあ、男女で分け合っていて、じゃあ、今度ね、一緒に二人で、ね、またね、二つ一緒に飾ろうね、ということにしてたそうなんですけど、ちょっと忘れてしまっていたんですが、だから僕は二つ一緒にこうやってパカッと開けた時に一緒になってるのは自然だと思ったんですけど、どうやらもう開けてたそうなので、
じゃあこれは何っていうことになるんですけども、よくよく見たらなんですけど、ちょっと違うんですよ。心臓あたり、女性の心臓あたりなんか赤く、あ、なんか糸ですかね、なんかこうちょん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 ってこう5つぐらいスッ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 って模様みたいに入ってますね、はい、心臓に何か切れ目みたいなのが入ってるんですけど、はい、こっちには全く入ってないんですよ。本当だ。はい。なのでこっち赤いですよ。僕初めて島田さんのこのチャンネル出させていただいた時に、ええ、まあそのストーカーがいるという話をしたと思うんですけども、はいはいはい、まあ今でもちょっとそういったのは続いていることがあって、ええ、もしかしたらちょっと僕の勝手な考察なんですけども、僕の家に忍び込んで、まあ、これを買っているのを遠目で見て、乃木神社の遠目で見ていて、自分もそのストーカーの人も買って僕の隣に寄り添わせたんじゃないかっていうのが一つと、え、一つ、あ、まあその勝手な仮定、あ、はいはい、仮説なんですけど、でもう一つが、もしかしたらそのストーカーの念が強すぎて物質化しちゃったんじゃないかなっていうのは、まあすごくぶっ飛んだ仮説なんですが、いや、完全にありますからね、ここにね、完全にあるんですけど、ちょっとその女性の方が膨らんでるんですよ、中が。こっちは薄いんですよ。あ、あ、え、本当だ、横で見たら、はい、ちょっといいですか、それ持たせていただいていいですか、お守り持ってしまってすみません、はい、こちらが彼女さんが保管していた方、これが急に現れたと思われる方ですが、はい、厚さがね、明らかに違いますね。はい。で、綺麗に結ばれているので、中開けることはできないので、まあ、そのままにしてるんですけど、もしかしたら中に、なんか違うものが入っているって考えたら、すごく怖いんですよ。あのね、はい。え、まだ中見てないですか？見てないです、見てないです。あれどうなんだろう、まあ、触った感じですよ、はい、中に硬い紙なのか、はい、板なのか分かりませんけど、はい、何かそういう硬い板状のものが普通に入ってるんですよ、はい、彼女さんが保管していた方、はい、でこちら新しく謎の出現した方は硬い糸、まあ、板状のものもあるんですが、はい、プラス、うん、なんか折りたたんだ紙みたいのが入ってるような、ほら、だからその紙が折りたたんだ分が広がってきてて、その分厚みになってるんですよ。そういうことなんですね。だって両方触ったら明らかに厚い方は中になんか紙入ってるな、もう触ったらすぐ分かりますね、なんか紙入ってるなって。あれ本当だ、右側はもうただの板だけですよね。でこっちは下の方に何か入ってますね。あ、下には何か入ってるんですか、ね、いや、その、この厚みのある方が、え、何すかこれ、何すかこれって、多分島田さんもわからないと思うんですけど。いや、これ考えれば考えるほど怖いっすよね。いや、本当に怖いもそうなんですけど、考えれば考えるほど謎ですね。まあ、例の仕業、って考えづらいかな、どんなのかなと思いますけど。そうなんですよね。まあ例の仕業って言ってしまえばそこまでで終わってしまうんですけども、やっぱりね、物質が一つ増えてるので考えづらいですよね。例の仕業じゃなく、もしかしたら誰かが忍び込んできて開けてこれを入れてまた対にして蓋を閉めて帰っていったの。すごい、だってメッセージ性ありますもんね、はい、やっぱりそのお守りがね一対になってるわけで、うん、そのね、はい、男性植松さんの横に自分の、うん、で置いてくっていうね、はい、ことだとすると、うん、で僕はやっぱりね心臓のところが赤くなってるっていう、なんかこれが何かの呪術、はい、
自分のまさにこう心を差し出しますみたいなねことだったりとかするのかなとか、うん、はい、まあ、詳しくないんで分かりませんけど、はい、何か意味深ですもんね。そうですね、今その辺も調べているんですけども、まだ答えにはたどり着いていないので、ちょっとこの乃木神社さんの方にも聞いてみようかなと思ってます。そうですね、そういうデザインのお守りが本当にあるんだったらまだあれですけどね、はい、はい、そうですね、ないんだったら意識的にそういう風にしてるわけですから、うん、はい、何かしらやっぱそこに意図が働きますよね。そうですね、なのでまあ本当に鳥肌しか立たない数日間を過ごして、これはちょっと島田さんに見ていただきたいなと思って、今回急遽本当にもう何よりもただただ、はい、あの気をつけて、そうですね、用心に用心を重ねて、はい、あの過ごしてくださいねっていう。そうですね、なのであの、まあ、最近引っ越しをしたんですけども、ちゃんといろんな、なんてちゃんと厳重な家に引っ越してます、ね、あ、はい、大丈夫かなと思いますが、いやちょっと本当に気をつけてくださいね。はい、はあ、やばい話2連発、はい、確かにどっちもめちゃくちゃやばかったですね。そうですねいやまあね、お仕事柄ね、でそういう YouTube もやられてるからね、はい、なんか自分からそういう方にっていうこともあるかもしれませんけど、やっぱりもう安全と健康が第一ですから。そうですね、あのプライベートだけは安全に平和に過ごしたいですね。そうじゃないとね、皆さんに楽しい動画届け続けられませんからね、はい、そうですね、はい、はい、気をつけてくださいね。はい、ありがとうございます。ちょっとびっくりしてしまいましたが、植松壮さんですね、はい、YouTube チャンネル、はい、もっともっとですね精力的に上げていくそうです。はい。チャンネル名が。はい。植松壮のもやいチューブと言います。これからどんどん頑張っていきますので、ぜひよろしくお願いします。はい。僕も出させていただいてます。ぜひご覧ください。概要欄貼っておきます。はい。チャンネル登録とグッドボタン一つよろしくお願いいたします。というわけで、ゲスト、植松壮さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。大丈夫かな？気をつけます。